1690年頃のウィリアム・オブライエン第三代、インチクイン伯爵ウィリアム・オブライエンは、アイルランド王国の貴族。1674年から1692年まで、オブライエン教の儀礼称号を使用した。第二代インチクイン伯爵ウィリアム・オブライエンと一人目の、妻マーガレット・ボイルの息子として、1666年頃に、生まれた。1689年に、父と同じく、 ジェームズ2世のアイルランド議会により試験剥奪された。1692年1月に父が死去すると、インチクイン伯爵の借位を継承。1695年8月27日にアイルランド貴族院議員に正式に就任した。また、1693年に金セール総督を務めた。ウィリアム3世暗殺未遂事件の後、 1697年12月2日に国王を守る宣言に署名した。アン・ジョー・ジョージ一世の知性ではアイルランド数密院の数密顧問官を務めたほか、1703年に不評連隊の隊長を1704年から1705年までキルケニー市長を務めた。1719年12月24日に死去27日に埋葬された。 長男ウィリアムが借位を継承した。最初はマーガレット・オブライエンと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。1691年4月、メアリー・ビリアーズと再婚、夏季の子女を設けた。ありがとうございます。